はい、こんにちは。車買い取り専門店 J バーカー支店でございます。今日はですね、平成30年式の、これワゴン R に見えるんですけども、マツダですね、マツダさんのフレアというタイプの、お車になります。鈴木さんからのね、OEM 供給になります。まあ多いですね、最近ね、 OEM ね。まあでももうほとんどね、もう日産も、日産、三菱、このマツダですね、で供給されてますよね。でトヨタさんの場合は、ダイハツさんからの方からね、ハイゼットとかあとムーブとかね、供給されている形になります。まあ、今回はね、マツダさんの、フレア、元はワゴン R ですね。ここにね、マツダのマーク、まあ、もうマツダのマークがついただけだと思うんですけどね。あとちょっと多少ちょっとデザインがね、このグリルとかテールランプとかね、少し変わってるかもしれませんけども、ほぼほぼ変わらないです。はい、それではね、あちらのワゴン R ね、こっち、これも、ああ、ごめんなさい、ごめんなさい、あれもあれは何だったっけ、忘れちゃった。ごめんなさい、ちょっと見てこようか。あれは AZ ワゴンね、 AZ ワゴンね、OEM ですね、いう形です。でね、車の方ですね、これをちょっとお年召した方が乗られていて、ちょっとね、まあ洗車とか何もしないんだけども、とりあえず明日土日なんでね、今金曜日にやってるんですけど、ここにね、線傷あるんだけど、これ多分消えると思うんですよ。シャーっとね、あるんだけど、これ多分消えると思うんだけどな。まあちょっと薄い線傷がね、この辺ぐらいからこのぐらいまでね、シャーっとついてます。でね、まあ、影でわかると思うんですけども、今ね、携帯で、撮影します。もう携帯の方がね、もう本当にやりやすいんですね。で、画質もいいんで、でフロントバンパーがね、やっぱちょっとね、ガチャゴチャガチャゴね、ぶつかって、まあ、ここぶつかってるでしょ。あとここね、ちょんちょんちょん、これ何かちょっとね、なんかまあぶつけたから、まあさ、傷つくんだろうけどね、こんな感じです。でもね、ちょっとなかったような気がするんだけどな、まあいいか。気になる方はね、格安で、まあその分ね、格安で出してるんで、まあ、それでもまた、気になる方は格安で修理をさせていただきます。これは納車させていただきましたね。担当の方も格安でね、直させていただいてましたんで、ね、まあ、お客様に請求は今回質問はしてなかったんですけども、はい、という形になります。で中の方ね、入っていきたいと思います。距離の方ですね、距離は 22,177 キロになります。でね、もうナビゲーションとか全くないです。もう初めからついてません。ついてませんっていうか、まあ、ついてなかったらしいです。ちょっとね、そこはびっくりなんですけどね。おじいちゃん無音で乗ってたんかいとか思いながらね、ラジオくらいつけようとか思ったんですけど。で、ETC ついてます。で、アイドリングストップ、それと何やこれ、ライトレベライザーとかね、滑り止めついてます。あとハイブリッドなんで、まあハイブリッドしてもその大したハイブリッドじゃないんだけどね、多分ね。はい、ハイブリッド、ごめんなさい、 XG だったかな、こっちの車ね。シートもね、綺麗です。ちょっとこの辺がね、ほつれてるかな。このままね、後ろの席行ってみたいと思います。こんな感じです。まあ後ろは座ってないんでね、綺麗ですね。まあ、ちょっとね、やっぱり少し薄い汚れがね、いっぱいあるんで、まあ明日からちょっとね、洗車入ると思いますんでね、綺麗になって商品化されると思います。まあ、肘掛けはね、そんな汚くないです。ちょっとね、本当はね、洗車後にね、撮影したいんですけどね、ちょっと時間がないもんでね、来週もオークション出し結構あるんで、もう、ね、今日休みなんですけどね、休みなんですけども、ちょっと早めに撮影しちゃおうと思ってね、今やってます。で、ワンタッチで、フラットになります。戻す方もここね、よいしょ、まあ、僕ちょっとね、170
3センチぐらい、いや今4センチか、この間背上がった伸びたんですけど、もこんな感じでね、ワンタッチで持っていくことができます。また174センチの私が手を伸ばしてよっ、こんな感じでね戻すことができます。こちらの方にね、修理セットついてます。はい、でね、事故の方はね、してないと思います。まあ、多分ね、事故する暇もなかったと思うんですけどね。そしてエンジン音ですね。はい、エンジン音になります。はい、まあ、エンジンもね、特にオイル漏れとかね、そういったものもないですし、嫌な音もしておりません。結構ね、ただまあ結構感想的に作ってるな。まあそうね、やっぱりね、その今の車はね、フロントリアともね、くしゃっとなって、コックピット、乗務員のをね、守るように作ってるんで、これなんかも結構ね、こうくしゅっていくようにね、わざと作ってますね。なんか強度が、なんていうのかな、ここがクッションになってね、ここの今映してる部分がクッションになって、乗務員を守るっていうような形を取ってるんじゃないかなと思います。はい。いう感じですね。車検の方はですね、来年の5月までございます。まあ、そういったお車がね、入庫しましたんで、まずはひとまず速報で、動画の方も、カーセンサーもアップさせていただきます。じゃあね、車買い取り専門店 JV 赤石店です。で、電話はちょっと逆行なんだよな、078-939-3070 ですね、なりますんで、お電話の方お待ちしております。とりあえず今カーセンサーさんには乗っけます。でグーさんはね、ちょっと今ね、更新の時期なんですけどね、ちょっと更新でね、なんかちょっと向こうはね、やらかしてるんで、ちょっともしかしたら何日かね、見れない時あると思いますんで、その時はちょっとごめんなさい、申し訳ないんですけども、カーセンサーさんの方でご確認ください。よろしくお願いします。ちょっとぐるっともう一回ね、参りたいと思います。まあ、比較的綺麗なお車だと思います。まあ、ただ30年式ですのでね、やっぱりそれは30年式として見てください。新車ではございませんので、よろしくお願いします。そしたら、この動画少しでもね、良ければ、いいねボタンお願いいたします。またですね、こういった感じで、入庫車両ね、なるべく動画撮っておりますのでね、動画上がりましたら、お友達もし欲しいってお車でしたらば、動画出てたよっていうのをね、教えてあげてください。よろしくお願いいたします。じゃあ、タケチャンネルでした。失礼します。